羅漢寺は山梨県海市吉沢にある寺院。現在は総統州寺院で、産号は天南山、本尊は阿弥陀如来。現在の羅漢寺は山梨県を代表する継承地の一つ小仙郷にあり、荒川湾岸標高1058メートルの羅漢寺三南、東山六に位置する。かつては北山筋の高の山と呼ばれた新言州寺院で、旧地は 現在位置から、さらに北西に位置し、荒川支流の羅漢寺沢沿いの斜面上にあった。海の国では、平安時代に、天台、真言密教の影響で、山岳信仰が成立し、後進国境の金峰王山は、富士信仰と並ぶ御岳信仰の山となり、羅漢寺はその拠点となる、修験道場であった。海の国社記、寺記によれば、創建年代は不明だが、 海祖は天台座数ありがね、海さんは春夜勝つらびこであるという。海の国史では創建は、戦国時代の大英年間で中山広志原因四世住職の春夜清彦が中高して松寺とし、相当州に改めたとしている。書道は慶案4年、1651年3月の火災で消失して廃寺となり、現在地に移転したと考えられているが、 国市によれば衝動が建てられて活動が続けられていたという。昭和60年には地域の発掘調査が実施され、本堂や栗の遺構が確認され、陶磁器や金属製品などの遺物も出土している。ありがとうございます。